YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。キョウチロウです。いやもう本当にね、なんか人がいないんだって、はい、そう、人がいない無人のホルモン販売店ということで無人なんだね。そう、本当に店員さんが頼むだよ、だってこんなんだってさ、どうやって取ってもピュッて行けちゃうでしょ。まあまあまあ、そこはまあ田舎とこなら分かるけどね、東京でこんなの珍しいね。珍しいよね。しかもお肉と、ちょっと見てみましょうか。でもね、これ野菜とかもあるし、うん、ね、サプリメント、はい、何、まあ、肉がメインなのかな。そうですね、ホルモンがメインですね。で、この箱、ああ、この箱は無料で使ってください。欲しいね。あとなんかチーズケーキとかフィナンシェ、餃子、本当だ、お味噌、もつのスープセット、はい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 、ホルモン料理&つけホルモン合計4パック以上で1つ500円。へえ、4個以上買ったらお得だよ。グラナパダのチーズ生コロッケ、わ、めっちゃ美味しそう。でこれ、これに入れていけばいいのかな、うん、とりあえずハンバーグかな。まずはハンバーグ。ああ、え、すごい、こうなってんだ、なんかね、そんなね、ソース付き、これかな。はいはいはい、これソースかな？全然わからんけど、これかな、ソース。あ、黒毛和牛のハラミスジ煮込み食べたい。あ、ハラミスジ、これだね。ボロネーゼラザニア。あ、ラザニアいいね。これスーパーには出回らないって書いてある。黒毛和牛ホルモン？辛味噌だれと、じゃあ。あ、いいね。いや、まあ、せっかくだし一種類ずつ分かりしたら。そうだね。だったら個人的にレバーが好きなんで、レバー食べたいです。レバー、はい、はい、レバー、はい、これなんだろう、なんだろう、ステーキかな、これ、火打ち。あ、ステーキか、うん、火打ち。どうやってお会計するの、え、これ、うん、買い物を始める。終わりました。はい、終わりました。え、もうこれで帰るだけ。そうなります。終わり、帰るだけです。はい、終わり。ダメだよ、東京でこんなことしたら会計が どれを選択していいかも分かんなかったから、ああ、まあ、ちょっと難しかった。基本的にバーってメニューがあって、うん、全部ホルモンだから、うん、ホルモン料理っていうカテゴリーに含まれてるんだって。はいはいはい。で、それ以外のやつ、しゃぶしゃぶとか、なんかほら、上ハラミとか、なんか別のやつがこうやって書いてあるから、それでなんとなくこれはどこなんだろうっていうのが、あ、帰った。はい、というわけで、あれから、丸一日が経ちまして、はい、自然解凍した、お肉たちがこちらです。黒毛和牛ホルモンハンバーグ、ヒレステーキみたいな、はい、あと味付けの、ホルモンとレーカーが言ってた、まあ、レバーですね。あとラザニアとサガリ、煮込みサガリみたいなやつ、ね、は今温めてる。早速焼いていきますか。はい、もうお腹すきましたよ。お腹すいたの？ホルモンハンバーグ、ヒレステーキみたいなね。ドーン、ドドドーン。うわ、めちゃくちゃいい匂いする。くーくー、うわ、うまっそ。ちなみにだけど、ああ、ライスご注文のお客様いらっしゃいますか。大盛りです。いや、もうグラムは測りますけど、俺のご飯のお茶碗にリリちゃんのご飯入れるの無意識で、リリのご飯入れてたわ。食べていいの？うん、どうぞ。うん、モサモサしてない、美味しいレバーだ。おー、え、めっちゃいいんだけど。レバーですね。うん、あ、うま、うん、焼肉屋さんで食べるやつじゃん。まあこれがメインですからね。はいはい、ホルモン屋さん。いや、これうまそう。めちゃくちゃいい匂いする。これが醤油だ。
ほんでこれが辛味噌。はい、はい、うわーいいね、贅沢やね。絶対美味しいじゃん。デカデカお肉焼きました。デカ肉、はい、ステーキですね。いただきます。はい、うん、どう？ヒレ、まあ、ヒレはまあ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 、ちょっとレバーの方がうまいね。あー確かに、これだったらいいっすか。ホルモンハンバーグ、こちらホルモンハンバーグ、柔らかい。あんまりハンバーグって感じしないね。なんか手作り感すごい。いや、しないかな。肉肉しいわけでもないし、うん、なんか不思議な感じ。跳ねるのめちゃくちゃ熱い。はい、じゃあハマリの煮込みと、あとね、こっちはラザニアですね。うまそう。ラザニア。これサガリの煮込み。いただきます。はーい。ビーフッシュみたいな。ね。あの牛すじ食ってるみたい。うん、柔らかい。うまうま、サガリ。黒毛和牛のホルモンラザニア。いただきます。はい。あー、ジューシーというか、なんかパスタ欲しくなるね。うん。肉まんの生地欲しい。あ、わかる。肉まんの中身って感じ。そう、ピザまんの中身みたいな。うん、醤油から。いや、うまっ。うんうん、ね、醤油じゃ噛めないけど。うん、そう、プルプル。私食べたとこ、これ生姜。うん、生姜うまい。うまっ。これなんか多分あっさり系だと思うんだよな。うんうん、甘みがなんかリンゴとかに。うん、あ、美味しい、食べやすい。さあ、メインはこれだと思うんだよな。あ、全然辛くないじゃん。うん、うーん、レバーが一番うまいかな。え、ホルモン美味しいけど、ホルモンは醤油か生姜かな。でもあの近くに住んでる人はさ、勝ち。もうだからスーパーで肉買わないで、あそこで肉買っちまえば本格的な家で焼肉みたいなのができるわけだからね。うまい焼肉ホルモンいつも食べれる。ホットプレートでやる際は多分あの火傷に注意してください。ものすごい中暑かったんで、もう T シャツも汚くなっちゃって。まあ、あとハンバーグはちょっとハンバーグと思って食べない方がいいと思う。かなり柔らかいから。多分レバーこれうまかったってことは、あのレバー以外の部位も多分うまいと思うんだよ。まあ、これレバーだけ買ったやん、ね、あれしかも値段別になってたし、あそこだけ、うん、あの部位シリーズは多分美味しいと思うから多分買っていいと思うね、うん、リンゴなんちゃらみたいなあっさりしてるやつがあるんだけど、うん、これなんかホルモンっていうよりはなんか、まあ、ようわからんない。やっぱ醤油と生姜を俺はおすすめしますね。ラザニアはちょっとスパイシーな感じがするんで、で、イメージでいいと思う。というわけで、京一郎の無人のお肉売り場に足を運んでみたでした。皆さんまた気になりましたら、ぜひ概要の方に詳細載っけておきますんで、皆さんも足を運んでみてください。以上、京ちゃんの無人の焼肉を食べてみたでした。概要の方にあの詳細書いてますんで、2回言うね、皆さんぜひぜひ大事なことだ、見ていただきたいなと思います。以上、京一郎。もう終わり、もう終わり。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。でも今さ、カメラでさ、通して見てたけど、きょうちゃん痩せたね、ほんとに。カメラ通して見たらわかるよ。痩せた。顔がちっちゃくなった。いや、多分ピンクの服のおかげで。ピンク膨張した。痩せたわ。